皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちらゼクシー購入してまいりました。今月期待の付録の一つですよね。それでは早速開封していきたいと思います。はい、開封いたしました。相変わらず雑誌が思うございますけれども、300円という価格、これは見逃せませんよね。今月の付録はジル・スチュアートのレザー調マルチポシェットとなっております。こちらポシェット本体、そしてショルダーストラップ、取り外し可能なものが入っております。はい、その他にも別冊付録とかいろいろついてるんですけれども、とにかく雑誌が思うございますので後で紹介したいと思います。それでは早速写していきましょう。ご覧ください。まずこちら正面にはジル・スチュアートの片押しロゴですね。ゴールドのロゴが入っております。表面の素材は合皮素材が使われておりまして、質感はとてもよろしいかと思います。でこのようにわずかながら模様が入ったような合皮が使われておりますね。色は薄めのピンクですね。はい、大人かわいいジル・スチュアートらしい、ピンクになってるんじゃないでしょうか。そして、裏面見ていきましょう。裏面はこのように特にロゴとか入ってませんね。でストラップはここですね。 D 缶ここについてます。2つついております。でこのような金具の部分はゴールドが使われておりまして、ジップもですねこちら、ゴールドのジップが付けられております。はい、とても薄い仕上がりになっておりますよね。はい、ただし、この幅高さともにしっかりとあります。でこちら幅が21センチ、そしてこの高さが12センチとなっております。長財布と比較しますとこれくらいですね。幅はこれくらいですね。ポシェットの方がちょっと大きいです。で高さもこのように大きくなってますので、長財布よりちょっと一回り大きいかなっていう、そんなサイズになっております。で厚みもこれくらい違いがあります。あとお財布ポシェットとして付録にありましたこちらとクレイサスのお財布ポシェットと比較しますと、幅はやはりジルの方が広くなってます。で高さもこれくらい、わずかながら差があります。はい、厚みもこのようになってますね。ですので今回のジルのポシェット結構サイズは大きくなっております。まだちょっとピンとこない方のためにこちらと合わせてみましょうか。幅はほぼジルマンドと言っていいと思います。高さは若干ルマンドが大きくなっておりますけれども、こうして持つとほぼジルマンドと言っていいと思います。そしてこの角の部分も固くこのようになっておりますので、簡単にこう形が崩れたりとか、そういったこともないかなと思います。はい、300円なんですけどとてもしっかりとした作りになっております。それではジップを開けていきましょう。このタイプになっていて、この角の部分の、動き全く問題ないですね。スムーズに動きます。で中の方を開けますとご覧ください。内側もピンクですね。はい、表と同じ薄めのピンクになっております。でご覧の通りこれくらいガバッと開きますので、中が見えやすいですし取り出しもしやすくなっております。収納まずはこちらフリースペース、お札などチケットレシート、あと通帳なんかもいろいろ後でやりますけれども、入りそうです。これくらい開きますよね。で中央のこちらはちょっとこの幅狭いですけれども深さがしっかりとあります。でここにもお札なんか入りますよね。で一番端のここはちょっとこう開きが狭いですけれども、お札なんかも入ると思います。はい、そしてカードポケットは1、2、3、4、5、6個ですね。6枚カードが入れることができます。そしてジップ付きのコインスペースはこうなっております。はい、開き具合は、これくらい開きますかね。はい、スペース的には全く問題ないかと思います。それではストラップの方を見ていきますけれども、こちらは本体と同じ材質、合皮ですね。そして色も同じとなっております。で幅はこのようにかなり狭くなっております。で長さ的には後でやってみますけれども、サイズ調節ができない仕様になっておりますので、ちょっと後で肩にかけて確認したいと思います。で取り付ける部分はこのタイプ使いやすそうですね。こちらに取り付けることができます。
それでは中にお札入れていきたいと思います。今3枚持ってきましたけれども入れてみます。ここ入れましょうか。はい、ここに入れますとご覧の通り、深さが結構ありますので、かなり余裕を持って、幅も深さも余裕を持って入れることができます。これはどこを入れても同じですね。この中央のちょっと細いところですけれども、ここを入れても深さには十分余裕があります。幅もこうなってます。でこちらに入れてもいいですね。はい、この辺ちょっと狭くなってますけれども、はい、問題なく入ります。そしてもちろんこちらでも OK となっております。お札だけではなくて、例えばこういったスマホですね、 iPhone6 を入れてますけれども、余裕ですね。はい、しっかり入ります。こんな感じで入れても特にかさばる様子も、あまりありませんので、はい、入りますよね。はい、そしてこのように通帳ですね、今カバーケースごと入れちゃいますけれども、このようにすっぽりと、このスペースには入ります。この中央の部分はちょっと入りにくい、幅が狭いので引っかかる部分があるんですけど、この辺りとかも余裕で入ります。はい、ここもですね、入りますね。すっぽりと入ってくれます。通帳入りますので、あとはパスポートとかお薬手帳、お薬手帳ってサイズ決まってるのかちょっとわからないんですけど、これが、このようにすっぽり入りますので問題ないかと思います。はい、この状態でさらにスマホも入れて入れますと、こんな感じで持ち歩くことができますので、ちょっとこの辺り、スマホが入っているところはかさばるような感じは出ますけれども、問題なくファスナーを閉めることができます。ご覧いただいた通りこれだけ入りますので、もちろんアルフォートもしっかりと入ります。そして続いてこちら小銭入れてみたいと思います。これくらい持ってきましたので、ジャラジャラっといきたいと思います。でジップはこのようにスッと開けることができまして、これくらい広がりますので、いきましょうか。はい、ジャラッと入れることが可能です。たっぷり入りますの でこの幅もこれくらいは開きますので、そんなに窮屈感とかもなく、スペース、容量も十分となっております。ただちょっと気になるのが、このジップスペースがこの中央よりもこちらサイドに寄ってますので、開き方、こちらからこう開く場合はちょっとこう押さえる時に遠く感じる、そんなところはあるかと思います。はい、このように、この位置についてますんでね。で、ストラップつけるときはこう手前に来ますので、手前でこうできて使いやすいのかもしれないんですけれども、はい、こっち側からこう開くときはこうちょっと遠いなっていう印象があります。逆にしてしまえばいいのかもしれませんけどね。はい、そのあたりはちょっと気になるポイントになってくるかもしれません。続いてカードポケットいきましょう。カードポケットはこう横にこう入れる感じになってますけれどもね。はい、6枚入れてみましょう。それではカード6枚入れてみました。どうでしょうか。ご覧の通りこの上の2段、こことここはカードがちょっと見える感じで収まってくれるんですけど、一番下のこちらですね、こちらに関しては奥まですっぽりと入っちゃいますので、どのカードかは見えなくなる、そんな状態になっております。はい、そして続いてはこの1つのカードポケットに2枚入れてみました。合計今12枚入ってるんですけれども、問題なく入りました。で取り出しやすさっていうところで言うと、この一番上はこう指をここ入れてこう取り出すことができます。2段目も同様ですね、こういけるんですけど、一番下の3段目はここにこう指を入れてっていう形でなかなか取りづらいのでギリギリ入るんですけど、かなり窮屈な感じにはなるかと思います。はい、というわけでちょっとかさばるんですけど、いっぱい詰め込んでみました。通帳こちら2枚入ってて、ここにスマホ入れました。でさらにこちらにはお札3枚、で小銭も先ほど見たような小銭の量入ってます。でカードは全部で12枚入れた、その状態ですとやはりかなり、パンパンに、なってくるかなと思います。これくらい分厚くなってきますけれども、しっかりと入る収納力があります。はい、それではこちらのポシェットを持った感じ映していきたいと思います。まずこちら今ストラップはつけてない状態なんですけど、サイズ感とかどうでしょうか。
これくらいのサイズ感ですね、こう持ったりとかもできますからね。ちょっと大きめのお財布といった感じでしょうか、まあ、長財布、お財布は結構これくらいの大きめのもあるんじゃないかなと思うんですけど、はい、そんな持っててすごく大きいって感じはしないと思います。で、色もピンク、とっても可愛い色になってて、まあ、ジル・スチュアートのロゴもですねしっかり入ってますので、まあ、長財布としてこのように持つのもかなりいいと思います。それではストラップ取り付けてみました。どうでしょうか、こういう感じですね。で、横から見るとこのようになります。はい、で、ストラップつけた状態で肩に、このようにかけてみますと、私身長177センチですけど、まあ、これくらいあります。なのでちょうどいい高さに来てくれます。で、さらに斜め掛けをしてみますと、はい、まあ、これくらい来ますので、長さ的に私の場合全く問題ないなという形になってます。はい、それではこの状態で、まあ、使い勝手見ていきましょう。はい、やはりこう肩にかけているだけでとても楽ですよね。で、ファスナーはこちらスッと開けることができまして、まあ、このショルダーストラップとは干渉しませんので、スーッと開けることができます。開けますとそのままさっとこう自然に開きますので、まあ、この開口が広く見えますので、一目瞭然ですね。まあ、お札はさっと取り出して、まあ、好きなお札出す、あるいは、まあ、1枚だけスッと取り出したりとか、その点はよく見えますので簡単に行えます。で、スマホをさっと取り出すこともできますし、まあ、小銭はここにありますよね。さっと横に開いて、まあ、こんな感じで見えますので、まあ、例えば10円とか50円とか、はい、まあ、1円100円、はい、まあ、こんな感じで取り出すことができます。はい、若干ですね、この横の開きがそれほど広くないなっていう印象はありますけれども、まあ、結構手前の方に来すぎている感は若干ありますけれども、まあ、そういう場合はこのように手で持ってこうすることもできますし、見えにくい時はこう手に持ってこういうこともできますので、そのあたりは不利な点にはならないかなという感じですね。はい、まあ、そして、まあ、そうですね、あとカードはここにありますので、まあ、よく使うカードは手前の方に入れておくと使いやすいのかなと思います。そしてこのようにスッと閉めまして、はい、まあ、このように可愛く持つことができますので、これで300円ということで、いや、とにかく買いだと思いますので、雑誌本体は大変思うございますけれども、付録がとにかく買いとなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はジル・スチュアートのレザー調マルチポシェットご紹介してまいりました。はい、まあ、300円ですので気軽に購入できるのではないかと思います。ぜひチェックしてください。はい、まあ、そして付録はこちらのポシェットの他にもこういった別冊付録ですね、ブライダルフェアブックとか入っております。そしてまあ、結婚に向けての段取りシートとかですね、いろいろと入っておりますけれども、まあ、詳細は省こうかと思います。それでは最後に来月号の予告をして終わりたいと思います。ゼクシー来月号の付録はこちらになります。ディズニーミッキー&ミニー美姿勢&エクササイズ2ウェイゴムベルトとなっております。こちらですね、こちらミッキーとミニーのデザインされたゴムベルトとなっております。こちらでございますね。で、このように姿勢矯正ということで、この肩にかけて、はい、背筋を伸ばす、まあ、そういったアイテムになっております。はい、どれくらいの強度があるのかちょっとわからないですけれども、プラス、まあ、このように今画像ありますけれども、エクササイズにもなりますよと書いてあります。はい、まあ、こういった実用的な付録っていうのも嬉しいかなと思います。そして可愛いデザインですからね。はい、来月号2月22日発売となっておりますので、こちらも楽しみに待ちたいと思います。ということで本日の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。